ティム・バートンのアリス・イン・ワンダーランドを見たよ。昔、妹が流してたの横目でチラチラ見てた程度だったんだけどさ。それでもなんつうかね、覚えてるシーンは結構多くてさ。まあ、悪が強いよね、ティム・バートン。もうなんつうかさ、もうルイス・キャロルの味なのか、ティム・バートンの味なのか、よくわかんなくなってきちゃったよ、これ見てたら。でも、まあ、話的にはそんな面白いもんではないっていうか、なんだろうな、なんか、まあ、ルイス・キャロルの不条理的な流れにさ、なんつうか、ストーリー、まあ、なんていうか、映画として成り立たせるためにストーリー性を持たせてさ、まあ、そこが、なんていうか、合ってんのか合ってないのか、いまいち俺にはわかんないな。あ、ただ、まあ、印象には残るんだよな、やっぱり昔見てたのに結構覚えてるから。がっつり見る。横目で見てた程度で覚えてんだよ。なんつうか映像のなんか悪はすごいよねっていう。面白さは置いといて記憶には残るよねっていう感じかな。アリス・イン・ワンダーランド。ああ。まあ、なんだろうな。どんなシーン、まあ、いまいち好みなシーンはないんだよな。このシーン良かったなっていうのはあんまないんだよな。なんだろう。とはいえ、改作というほどでもないという、なんだろうな。わからん。記憶には残るんだけど。記憶には残るんだけど、なんつうか。感想が、持てない。まあ、なんつうか、キャラクターはどれもこれもさ、外見も内面もグロテスクなのはさ、まあ、ティム・バートンらしいなとは思うんだけど。まあ、なんつうか、まあ、なんだろう、なんか、例えば変なことしてもさ、例えば変な映像とか変なことしてもさ、まあ、アリスだしな、みたいな感じで、流しちゃうしさ、でも、だから変な感じにしてもなんか、ティム・バートンだしなって流しちゃう。二つで流す。もう、濁流みたいに流れてっちゃうんだよな、なんか変なことしても。だから、なんていうか、こう、まあでも一つ気に入ってるシーンはあれかな、まあイカレマッドハッターとさ、アリスがさ、だからそのマッドハッターが自分が変なのかっていう話でさ、アリスがさ父親に言われたことをさ、マットハッターに言ってあげるシーンとかがさ。で、また、マットハッターをまた、アリスに言ってあげるシーンとかがあるんだけど。そこら辺は結構好みだったかな。うん。まあ、ないな。